ちは。こんにちは。今日はユシアチルさんのカヒに来ております。はい、ここは私たちは今嘉手納町側に来ておりますけれども、ユシアチルさんのカヒは読谷村の方にあります。間違えた、こっちが読谷でしょう。間違えた、あっちが嘉手納でしょう、間違えたです、間違えました。膝橋、はい、というところに来ています。はい、それでは早速行ってみましょう。有名な花碑、龍華ウラムフィジャバシヤナサキネンフィトヌワンワタサトムティカキティウチサという龍華が一番有名ですね。花碑にもなってます。ユシアチルさんは8歳の時に那覇の中島の遊郭に身売りされます。その時に読んだと言われてますね。恨めしい膝橋は情けのない人が私を渡そうと思って書けたのでしょうか。身売りという不条理を背負ったチルのやり場のない気持ちが膝橋や橋を架けた人に向けられ、絶望的な悲しみが伝わってきます。なんと18歳で亡くなったと言われております。そんな可否の前で、歌人ではこの龍華では歌ってはいないんですけど、のユシアチルさんが読んだ歌碑の一つを歌人の中で2番で歌ってます。ユシアチルの歌碑です。ウラムフィジャバシヤナサキネンフィトノワンワタサトムティカキティウチェサ。フィジャバシを恨んでいる歌ですけど、情けのない人が私を渡そうと思って書けたのかしらという切ない龍華です。歌人、
茶屋おどん命までかけて里がごとおもろまさきあの人やまたとも